今一番伝えたいことを必死に考えてみたんだよ。今一番伝えたいことは今すぐあなたに会いたいということ。名残惜しむ間もなく燃え尽きて、気づけばずいぶん時間も経って、あなたが想像もしなかったような日々は今日も過ぎてゆくのです。忘れられないんだ、涙も出なかった瞬間を何を頼りに、この先僕は生きていけばいいのでしょうか。褒められたこと、怒られたこと、寄り添ってくれた、手を握ってくれた、知らないことをたくさん教えてくれた、まだまだ聞きたいことばかりだけど、安心して言ったとみんな言う、相談もなく過去つけてさ、思い返せばあなたはいつもいつでもそんな人だったな。今一番伝えたいことを考えたら受け入れられると思って、今一番伝えたい、あなたがここにいないどうしようもないな、やっぱり結局あなたに